タワーエアは1983年から2000年まで営業していたアメリカの航空会社ロサンゼルス国際空港でタクシングするボーイング747型キエーアージア向けのウェットチャーターケルンボン空港でアメリカ軍兵士の登場を待つボーイング747型キイスラエルのフラッグシップである LR 航空出身の イスラエル系アメリカ人のモーリス・エナ・チトミが1981年に創設した旅行代理店タワートラベルコーポレーションを前身に1983年にニューヨークのジョン・ F ・ケネディ国際空港の178ビルディングを本拠地に設立された翌年の1984年に アビアンカ航空が使用していたボーイング747から100を使用してニューヨークブリュッセルテルアビブ船の定期運航を開始した。また、大手貨物航空会社のフライングタイガーラインの系列会社で旅客業務を行うメトロインターナショナル航空を所有するボーイング747型機3機とともに買収し、国際線チャーターも開始した。 その後アメリカ国防省との契約を獲得し、パンアメリカン航空やトランスワールド航空、ブラニフ航空などから中古で購入した、ボーイング747型機を使用して、アメリカ国外の基地に駐留するアメリカ軍兵士や、各種貨物の輸送を行うチャーター運航を行った。さらに、国連平和維持軍向けの運航や、ガルーダインドネシア航空や、エアアジア向けのウェットチャーターによる、 メッカ巡礼チャーターなどを行い急成長した。1990年代の最盛期には、ニューヨークのジョン F ・ケネディ国際空港の旧、パンアメリカン航空整備施設を自社施設とし、オフィス部分を改装し、専用ターミナルとして使用し、低運賃を武器に14機のボーイング747型機と3機の、 ボーイング747型貨物機で、イスラエルのテルアビブやギリシアのアテネ、フランスのパリへの定期国際線を運行した。さらに、同空港から、ロサンゼルスやラスベガス、フォートローダーデールなどへの国内選定機路線にも、進出した。しかし、安く手に入れた、中古機を武器に低運賃で運行していたこともあり、ファーストクラス。 エコノミークラスともにその機内外サービスの評判は低く、1997年のザガットサーベイにおいては評価対象航空会社61社中で59番という低い評価を受けた。1998年2月には FAA から整備不良を理由に27万6000アメリカドルの罰金の支払いを命令されたほか、同年12月には ジョン F フ・ケネディ国際空港で給油中に火災を起こしたことで、さらにタワーエアの評判を落とす結果となった。翌1999年1月には、最大手の顧客であるアメリカ国防省より、チャーター便の委託を停止されたことを受け急激に、経営状況が悪化し、翌2000年2月には、連邦倒産法第11章を申請し、同年5月に、 すべての便の運行を停止した。タワーエアのボーイング747から130型、機ボーイング747すべての機材が、パンアメリカン航空や、トランスワールド航空、シンガポール航空などの大手航空会社、または、その後他の航空会社で使用されていた、中古機材で、マイナス400以前のいわばクラシックに、当たるアナログコクピット機材であった。 その上、初期のマイナス100のウエイトが高かった。客室内の座席や、ギャレーなどの装備は統一せず、そのまま使用していたためにバラバラで、機内エンターテインメントなどは、ファーストクラスにも用意されていなかった。さらに他社へのウェットリースに使用されることも多かった。ことから、塗装も完全なものではないものも多数存在した。 購入時点で木戸市が15年から25年に達したものが多く、大手航空会社のような、きめ細かいメンテナンスも施されていなかったこともあり、倒産後にそのほとんどがスクラップとなった。ありがとうございます。